さんこんにちは。今回はですね、視聴者のね、なんか多分お名前出していいというね、許可をいただきましたね。山田さんからプレゼント届きましたよ。ありがとうございます。ものすごく嬉しいです。山田さんね、よくテロのね、デニンジャーテロのね、ライブとかでね、盛り上げていただいてましてね、私も参加するときに助かっております。ありがとうございます。毎回ね、動画にもコメントいただいております。はい。でね、早速何が届いたのか開けてまいりましょう。はい、タミヤのカッターですね。で、開けます。ちょっと押さえといていい？ね、私がカッター持つと店長がビビりまくりますのでね。逃げておりますね、店長の手がね。はい。あ、切れたんちゃうみたいな感じでね。はい、よく言うんでね。はい、はい、オープン。はい、ありがとうございます。お、何が入ってるんでしょうか。あ、エバチーが入っておりますよ。ありがとうございます。そしてなんかオチで見なかったですね、これ。はい、マイクロボーズも入れてくれてます。ありがとうございます。あ、ジェガンじゃないですか。かっこいいじゃないですか、マジで。ありがとうございます。ちょっと中箱をちょっと解けてください。中身出して、はい、 M 字族ね。これ私ね、よくジャブローをよく使いますんでね、はい、すごく馴染み深いですけどね。 M 字は持ってなかったので本当に嬉しいですね。ちょっと作ってみたいと思いますのでね、また何かでね、お見せできれば、皆様にね、お見せできればと思います。ありがとうございます、山田さん。はい、じゃあね、この後、まあ、MG 作るっていうのはちょっと時間かけてやりたいんでね、こっちもマイクロウォーズ開封してみたいと思います。ではね、早速開封していきたいと思いますよ。多分ですけどね、これとこれっていうことは、これ、ハサウェイつながりですね、山田さん。多分。アサウェイが乗ったね、プチモビみたいなトロハチっていうんですか、そう、これ乗ってなんか戦艦の中隠れてましたよね、お父さんの戦艦の中ね。で、まあこれがチェーンぶっ殺したやつですね。はい。はい。あれは衝撃やったですね、見ててね。じゃあね、まず順番的にこっちでしょうね。はい、こっち上げてまいりますよ。よいしょ。はい。まあ、パイロットついておりますので、ね、このパイロットなんか、ね、ユニコーン版なんですかね。どうなんでしょうね。よくわかんないですけど、ユニコーンでもこんなん出てきましたよね。はい。はい。カッターね、カッターでこう、キューってやるとね、この下が傷つきますんでね。私、今みたいな開き方しますけどもね。作っていきましょう。嬉しいですね。私ね、あんま人からプレゼントもらうというのはなかなかね、なかったんで、YouTube 始めてからね、プレゼントいただいたりすることがありましてね、やっぱ嬉しいですね。こう、はい。これ、なんか店長がね、パイロットえらい気に入ってましてね。パイロット欲しそうにしてたんですけどね。あ、これこう開くわけじゃないですね。開くのか。私が上に引き抜いたわけですね。開くみたいですね。はい。こんな感じですか。はい。はいはい、じゃあ作ってまいりましょう。なかなかね、こういうのってほら、イオンとかにね、売ってるんでね、なかなか、え、なんでそれカゴ入れてんのみたいな話ね、なるんでね、たまにバレないようにこそっと入れるんですよね。まあまあ、ね、財布の管理は私してるんで、別に言っちゃいいですけどね。まあ、なんかこうね、怒られると嫌なのでね。こそっとね、入れたりしますけどね。はい、かっこいいなこれ。ん、危ない、これ切っちゃダメなやつ。
なかなかね、こうね、やっぱりこうちっちゃいおもちゃ好きなんでですね、私がね。これなんでしょうね、なんかこう旗みたいなのつけれそうですよね、のぼりみたいなのできそうですよね、ここをボタン入れてね。これなんかちょっと使いましょうかね、何かでね。取っときましょう。はい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 。箱どこ行った？箱が、あれ？箱がちょっと紛失して、手がどういう感じかちょっと分からなくなっちゃいましたけどね。こんな感じかな。多分こんな感じや。ね、ほら、なんか繋がってる感じするし。まあね、あの今日荷物ね届いて、今日撮って、今日編集してあげますんでね、はい、このアップしてる日がいただいた日なんですけどもねどっち乗せとこ、こっち乗せときましょうか今日ね、今日ちゃうわ、明日ですね。あのさっき言ってた、あのテルオのライブが、また記念ライブをね、丸さん、丸の丸さんのね、2000人やったか3000人やったかね、の記念ライブ、またね明日 されるということでね、多分ね日曜日って言ってたので明日ですね、はい。おー、かっこいい。まあちょっとアナライザーにも見えますけどねこんな感じになっておりますね、はい。いいですね、これね、食玩楽しいですね、はい。まあ若干ここら辺も動きますんでね、まあ、可愛らしいんでね、女子受けもいいんじゃないでしょうか開けとこうパイロット先作りましょうか。パイロットもね、なんかね、こうちょっとこうなんか個性が出てるとすごくいいかもしれないですね。こうバンダイさんどうですか、キャンディ事業部さんどうですか、このパイロットそろそろ個性出しませんか。はい、パイロット一人。ランバラルがね、確かなんか顔がおじさんになっててね、いい感じですもん。その有名な、それはもちろんね、あのランバラルさんとかアズマブルさんとかね、あのそういうのは分かるんですけどね、こう一般兵も個性出していただけると嬉しいかな、そんな感じがいたしますよ。はい、引き続きこうジェガン上げていきましょうか。タミヤのカッターね、あのここのこのね、絵の部分がすごくね精度出てますんで、ね、このオルファの刃なんですけど、ガタつきね、もちろんほぼないのでね、すごく使いやすいですね。やっぱ刃物はね、ちょっと値段入れた方が、入れたってあのかけた方がねあ、いいような気がしますね、はい、はいはいはい。ちょっと箱なくさないように、ちょっとよく置いとこうかな。まあまあいいかな、はい。私刃物もね結構好きなんでね、あの実は趣味でね、あのナイフ作りとかもしておりますのでね、あの前もねちょこっと動画の中で言ったんですけども、あのごめんなさいね、画面出ましたね。日本刀のね、残穴って、まあ、合法な長さにね、カットされたみたいなね、日本刀あるんですよね、あるというか、ね、オークションでね、ヤフーオークションとかでよくね、売ってるんですけどね、そういうのを手に入れて、それをナイフに加工するっていうのをね、趣味でやっております。まあな、あの刃物なのでね、ちょっと、お子さんがね、私の動画見てるとあれなんで、あんまり、しないようにしてますけどね、はい。結構ね、あの刃物、これもすごくこの刃がね、焼き入れの具合がちょうどいいんでね、
切れ味はいいし、頑丈ね。もしねこう握ったままクッてこうひねったとしてもこれ自体は曲がりませんので、ほぼすごくねチョイスするときにそういう刃物系をね気を使ってやっております。これも使えそうですね。なんでこんなになってるんでしょうね、このねここの丸いのついてるのね。はい、ハイパーなんたらカットでしたっけ、なんでしたっけ忘れちゃった、ね、有名なねすごい先輩がやられてますよね、なんたらカッツー言うてね、はい、あの方も面白いですね。まあまあ誰かわかんない人はまあ流して聞いておいてくださいね。楽しい人だなと思いますね。関西の方なんでしょうね。まあ演出ね、 YouTube 私もね最近ちょっと考えておりましてね、YouTube するときになんか効果音を入れた方がいいのかなとかね。ただ私基本的に動画ながら見してもらうような感じでね、なんかしょうもないこと喋りながらやろうかなって思っておりますので、やっぱりその効果音入れるとそこんって思って見ちゃうと思うんですよね。その目がいっちゃうと思うんでね、そういうのもちょっとどうかなと思っております。でまあオープニングだけね、これのオープニングもねつけておりますけどもつけておりますけどもって言ってますけどね、まだ編集してませんからね、まあ撮ってる最中なんでねつけようかなと思ってるので言ってるだけでね、はい、ちょっとねアイキャッチ的なの入れてから。私の動画ってなぜかよくわかんないですけど、私操作は全然してないんですけど広告ね、はい、まあ入れさせてもらってるんですけど、その広告がなんか動画始まる前に入ってるよっていうのをよく言われるんでね、あ、じゃあもう動画始まる時にアイキャッチ入れさせてもらおうかなと思ってね、こんな感じでねやろうかなみたいな思っております。やっぱ私たちの世代でね、アイキャッチっていうとね、私がこの動画の頭にね入れてると思われる、うまいこと言ったら入ってるねアイキャッチのオンね、まあ一応ね作ってもらったんでね、版権とか大丈夫です、はい作っていただいておりますので、はい、別でねなのでまあまあちょっとそういうのもねやっていこうかなと思うんですけどもね、あ違うこれね、あこっちですねこれね、ジェガンもね私好きな機体なんですけど、ジェガンのねジェガンってすごくハンサムじゃないですか顔が。ここら辺がちょっとね弱い感じ、まあもちろん量産型なんでね弱くて当たり前なんですけどね、こうなんかこう好きな分ねここら辺なんかちょっと弱そうに見えるんでなんかできないかなと思ってね、いつも考えては構想で止まってるんですけどもね。いや、わかっこええわちょっとパイロット乗せときましょうかね。はい、コンソールパネル、ここら辺もなんか使えそうやなと思って、ちょっと部品取りにするにはねキットじゃもったいないんでね、こういうなんていうんですかね、バンダイさんどうですか、コンソールパネルとか人を出すんであればコンソールパネルとかコックピットとか出していただけませんかね144分の1のやつね、はい、楽しいですよね。こう陸戦型ガンダムとかね、今ちょっと手元にないんであれですけど、新しいやつってこうね、ここ陸戦のここら辺でこう上にこう空いてこう人が乗るじゃないですか、この中に。そういうまあ1000円2000円ぐらいでね、そういう機構をつけるのは難しいんであれば、オプションパーツでね、こうここを丸ごと差し替えでね、胸のコックピット開くような感じで。まあ800円ぐらいで出していただけるとね、すごくパイロット付きでね
すごくこうまた模型に対してやる気が出る人が増えるんじゃないかな。まあスケールモデルとかでいうとね、エッチングパーツ、金属パーツとかでね、モールドを細かくしたりとかやっぱあるじゃないですか。そういうのをね、ちょっとね、バンダイさんやってくれないかな。もうガンプラはそんなレベルにいってるような気がするんですけどもね。はい、昔はね、スケールモデル作ってる人の方がレベルが高いってね、プラモ教師郎にも書いておりました。でも今そういうことを、まあね、スケールモデラーだからガンダム作らないとかないでしょうから、もうそういうレベルに達してるんじゃないですかね。どうなんでしょうね。ここまでね、グダグダ話にお付き合いいただいてるっていうことはね、こうなんとなくね、こうながら聞きしてくれてる人だと思います。どうでしょう、皆さんでそれ言いませんか。せめて主役機だけでもね、ガンダム、まあさっき私が言った陸戦ガンダムなんかよりよくやりやすい感じはザクですよね。そこら辺はどうですかね。はい。あ、まあちょっと考えていただきたいなっていう感じですね。はい。だからね、まあぐだぐだ変な話もしましたけども、これ山田さんにいただいたやつね、はい、机の上に飾らせてもらって、シール私貼ってないのはちょっとね、塗装したかったんでね、シール貼っておりませんけどもね、はい、ちょっと部分塗装で仕上げたりしてね、また他の動画にちょろっと出させてもらったりしようかなと思っております。でズゴックの方はね、山田さんがね、なんかまあ多分ね、その山田さんすごく大人な方だと思います。ジョークもわかるしね、頭回転早いんやと思います。で私が最近よくプレゼントをね、視聴者様というか他の YouTube やられてる方に出してるのを気遣ってこうやってプレゼントくれてるんやと思います。ありがとうございます。でね、ズゴック MG なんでね、 MG ズゴックをちょこっとまあ、箱にね書いてる通り作って、まあ、もちろんね店で展示させてもらいます。で動画にもね、他の動画でさせてもらいますけども、ちょっとね、山田さんがねここまで聞いていただけるんであればね、これ視聴者プレゼント出していいですかねって思うんですよ。MG この前ね、カントリーボーイホビーチャンネルの1000人記念のやつでね、私が昔作った MG っていうのをね出させてもらったんですね。で、まあ、まだ抽選日とかはないですけど、来てないですけども、やっぱりもう十何年前、17、18年前に作ったものなので、やっぱりね、自分で言うのもおこがましいですけど、その17、8年前の私よりは今の私の方がプラモ技術が上だと思いますんでね、その今の技術で MG を作ったのをね、皆さんに見ていただいて、それがまあ気に入っていただけるんであれば、プレゼントとしてね出させてもらいたいんですね。どうでしょう山田さん、コメントで待ってますよ。だね、今回はね、山田さんから救援物資ですね、はい、届きました、プレゼントいただきましたので、そのご紹介の動画でした。ありがとうございました。ちょっと夕方出すガンダム映しておきましょうか。こんな感じの夕方出しますのでね、またご覧ください。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければねサブチャンネルの登録もお願いいたします。それではさよなら。